感想 F0、舞台は南極だぜー。ゆっくり実況、始まるよ。F0 の気配ないっしょ？これはある種のレースゲームだ。コナミの名作、結局南極大冒険だ。とりあえず難易度は最高を選ぶからな。で、何をするのさ？結論から言うぜ。一度もつまずかずにどこまで行けるのか、心が折れるまでやるってやつだ。てか地味じゃないの？見た目はな、音楽もな、しかしこれがノーミスでやるとなると話は全く変わってくる。水たまりの数々、そして意味不明なこんな割れ目、あの手この手で邪魔をされる。ちなみになんだが、何らかの障害物につまずいたりすると、ってなる。他にも水たまりからアザラシも出てくる。油断するとこんな感じで落ちる。基本操作は十字キーの上下でスピード調整をしながら、左右で移動だ。これをとことん繰り返すんだが、上にレストってとこの右の数字が減ってってるだろ？あれがゴールまでの距離だ。スピードの速さによってこの数字の減る速さが変わる。もちろんスピードが出ていた方がコントロールが難しい。色が変わる旗を取ると、頭にプロペラがつくんだが、そこでジャンプ中にボタンを押すと、今みたいに一定時間浮いていられる。そうして左上にタイムって書いてある数字が、ゼロになる前にこういう観測基地に到着すれば次のステージに行ける。ほんとレースゲームの元祖みたいなもんなのね。そういうことだ。このゲームの鬼畜なところはコンティニューがないところだ。途中からのやり直しはできないんだよ。それから、ステージをクリアした時に残っていた時間なんてもんは、次のステージに持ち越されるなんて甘い話はない。いくらタイムを残してクリアしても、次のステージでは決められた時間でクリアしなければならない。たまに酔うつべの動画で、こんなプレイ無理に決まってんだろう。っていうか未プレイヤーもいるが、私は一般人だ。その辺のレトロゲーム好きの一地球人でしかない。戦闘力はたったの5だ。その私がどこまでノーミスでいけるのか。たった一回でも障害物に当たってしまうだけで、やり直すんだ。いや、私は何度でも繰り返すんだ。どこかで聞いたことのあるセリフね。ホムラちゃんからの引用かな？参考にさせてもらったと言ってくれ。そして確かにこのワルツの音楽は癒し系のゲームと思わせるかもしれないが、どこにもつまずかないで進むのはかなり難しい。一回つまずいただけでステージ1からやり直すんだぞ。そんな意味不明な拷問があると思うか？あんたが勝手に決めたんでしょうよ。それを言われると何も言えないんだが。でもなんでこんなわけのわからない挑戦をあんたはしようと思ったのさ？それなんだが、私が大好きなゆっくりゲーム実況者さんが F0 で過酷なチャレンジをしていたんだよ。それに心を動かされたんだよ。ってだからといってスーパーファミコンの F0 と完全に忘れかけられてそうなペンギンのレースの動画じゃ戦いにならないでしょうよ。わかっている、わかっているんだ。ペンギンが F0 に勝てるわけない。そんなことは100も承知だ。しかし今あるソフトではこれしか当てはまりそうなものがなかったんだ。だったらそのできる中での限界に挑戦してやるぞと、ウプ主は強引な思考をしたようだ。仮に今、F0 が手元にあったとしても、あのような F0 のプレイは、おそらく私にはできないと思う。だったらペンギンで、私はペンギンで全力を尽くす。そんな思考で今私はここにいる。あんた頭大丈夫？大丈夫だ。私は正常だ。至ってノーマルなはずだ。って自分では思っている。この地味な感じはどうすんのよ？それはあれだ。そのために我々ゆっくりがいるじゃないか。何？この地味な感じを私たちのトークで盛り上げろって？そうだ。ウプ主は視聴者さんに飽きさせない動画をお届けする。これが一番のコンセプトだ。だからウプ主は私たちに助けを求めているようだ。って助けを求めてるっていうか、プレイ以外は全振りしてるだけじゃないの？そう思うだろ？しかし意外とそうでもないんだよ。さっきも言ったが一回でも障害物に当たっただけで、最初からやり直しなんだ。時間の都合上やり直しをしたところは、すべてカットをしてるんだが、今流れているこのプレイは、やり直しカウント235だ。235回もやり直しをしての最後のプレイだ。ここまでかかった時間、7時間だ。7時間だぞ。ずっとこの音楽を聴きながら7時間やり直しを繰り返してるんだ。だからあんた頭大丈夫なのって。
いや頭は大丈夫なんだが、この音楽が頭から離れなくなった。そりゃそうでしょうよ。だからこの動画ではなかなか伝わらないんだが、思った以上にウプ主は、この動画の撮影に苦戦している。ノーミスまで7時間のループだもんね。そうなんだ。そこだけ意識してこの動画を見てもらえると、あとは私たちの実況でなんとか盛り上げてみせる。ってことで霊夢よ。少し協力してもらっていいか？まあしょうがないわね。あんたの話に付き合ってあげるわ。よし、本当に助かるぜ。ちなみに今ステージ4だが、ここまでノーミスで来るだけでも、相当最初からのやり直しをとことん強いられた。さっきも言ったが今のプレイは、235回目のやり直しを撮影しているものだ。7時間ぶっ通しでやり直しをし続けての、最後のプレイだ。なぜ F0 でここまで刺激されたのか、それはさっき言った通りだ。F0 で感動した。わかったわマリサ。じゃあ今回もマリサはウプ主の気持ちを代弁してるって感じで話を聞けばいいんだね。話がわかるじゃねえか。そうだ。そういう感じで聞いてくれ。ってなわけでここまでノーミス、ステージ5までやっと来れた。まだ折り返し地点だ。ちょっとでも操作ミスや気を抜いた瞬間、またリセットをして最初からやり直しだ。そうなるわけにはいかん。ここまで、ステージを進んではミスり、進んではミスり、それを繰り返してきたんだ。一応最終ステージが10になるんだが、エンディングのことを知らんウプ主は、ステージ10をクリアしたら、何かしらのエンディングがあるんじゃないかと、期待しているようだ。なるほど、そこはもうオチが見えたわ。しかしそんなことも知らんウプ主は、とにかくノーミスにこだわってある種の無限ループを、繰り返している。途中でやめればよかったのに。過去動画の、初見でマリオ2をクリアする、あの動画を見てくれた人はわかっているかもしれないが、まだウプ主のゆっくり実況動画としては、5作目とか6作目程度だ。そんな初期の段階で、ボツ動画やクソみたいな動画をアップするわけにはいかんと、また今思えば笑えるくらい気合のノリが半端なかった。頑張るベクトル間違ってるでしょうよ。むむむ。またなんという的確な指摘。もっと違うソフトで頑張ればよかったんじゃないですか？むむむむむ。ここぞとばかりに決め丸まで。しかしここからはステージ6。緊張がマックスだぜー。あとは視聴者さんに温かく見守ってもらえるように、実況を頑張ってくださいね。わかりました。ってなわけで行くぜー。最初にまずはプロペラゲット。こうやってまっすぐの道が続くと少し安心できる。いくらでも避けれるからな。だが突然出てくるアザラシには気をつけねばならん。このカーブにも気をつけねばならん。無駄にジャンプをするとかえって危険だ。おっとここはジャンプだ。と思ったら溝が連続でマジで焦った。ペニコプターがなかったら完全に終わっていた。あのプロペラ、ペニコプターっていうの？調べたらそう書いてあった。って言ってたら嫌な予感だ。これはやばい。十字キーで減速していなかったら完全にアウトだった。さてさて、まだ油断ならんぞ。危ねえなー。またまた危ねえなー。後半のステージになると謎の溝が連続で出てくるなー。今まで何度あの溝に引っかかったり落ちたりしてきたか、つまずいてしまった時のショックったらあやしない。全然緊張感が伝わってこないけど？なんだと？そりゃそうでしょうよ。じゃあここで豆知識だ。実はこのゲームは教育系ソフトとして発売されたんだよ。は？どういうこと？今みたいにゴールの時は外国の国旗が出るだろ？これは子供たちに世界の国と国旗を覚えてもらうという目的があったようなんだ。なるほどねー。でも国旗は出てきたはいいけど、全部英語表記じゃなかった？そうなんですよねー。そしたら国旗は分かっても国の名前は読めないじゃないの。まあそういうな。1985年だぞ。30年以上前のソフトなんだぜ。確かにそうね。そう考えると致し方ないっていうか、コナミの開発チームに感動まであるわ。だろ？って言ってもノーミスは難しいんだぜー。崖が襲ってくる。どこまでも私を罠にはめようと、次々と同じような罠が襲ってくる。一番恐ろしいのはやはり崖みたいなやつだ。昔プレイをしていた時ってクリアできたの？できていない。南極大陸一周をできていない。おっとここで左カーブか。そしてクレパスという名の穴。中央に行こうと思ったらアザラシ。一切油断できん。そうか、これも油断ゲーなのか。油断したら一発で終わりなのか。マリオ2の時と一緒だ。今回は油断ゲーにしてるのはあんた自身でしょうよ。そうだった。そして7面のゴールだ。今回の国旗は何かな？
アルゼンチンみたいだけど、子供には読めないわね。そこだけが惜しかった。知っている人も多いと思うが、パロディウスとかで出てくるペンギンは、このゲームが元となっている。もともとは名前はなかったようなんだが、後にペンタと名付けられた。あとはそうだな、このほんのりとした BGM、ワルツの BGM、スケーターズワルツという名曲だ。どっか国家で聞いたことがあるような気がするわ。説明で引っ張れるところったらこのくらいが限界か。もともと単純なゲームだからね。初期のファミコンのゲームって大体そんなもんだろ。そういえば、南極大陸一周がゴールになるのよね。まあゴールというか、私はゴールだと思ってたぞ。ステージはいくつがゴールなの？10だ。ステージ10が最後だ。なんだかんだ言いながらステージ8まで来てるのね。ノーミスでな。それはあんたが勝手に決めた縛りでしょうよ。勝手に自分で決めた縛りのくせに、ここまで来るとプレッシャーがやばい。やばいんだ。何がそんなにやばいのよ。指だ。ファミキンだ。何よファミキンって、あれよ、ファミコンのコントローラを操作するために使う筋肉だ。その筋肉のことをウープ主の周りでは、ファミキンと言ってたんだよ。そのファミキンがやばいんだ。特に、ジャンプボタンのために使う右の親指の付け根あたり、その部分が結構やばい。もっと緊張感が伝わってくると同情もできるんだけどね。いやでもファミキンがだるくなるっていう現象は、きっとファミコンに没頭した我々のような世代には、特に共感はしてもらえると思うぞ。ガキンチョ同士でガチに喧嘩になってしまうような対戦系ゲーム。ああ、前に動画作った大運動会とか？そうよそうよ。そういう熱くなっちゃうやつ。ああいうのはファミキンの疲労が半端ない。それでもやめない。ガキンチョだったウプ主もあの時はやめなかった。負けたくなかったからな。気持ちはわからなくないけど、今回の挑戦でファミキンを酷使しなくてもいいんじゃ？それを言われるとちょっと恥ずかしい。プレイが終わってから動画の編集をしていると、私は何をしてたんだ？って突然我に返って、なんとも恥ずかしくなるんだぜ。でしょうね。だがしかし、今のプレイ中は別だ。ファミキンがどうなろうと、知ったこっちゃない。私はペンギンを正確に操るロボットだ。最終ステージ、絶対にミスらんぞ。って倍速になってるけど、あれだ。さすがにこの単調な動画を淡々と見せるのは、ユーモアに欠けると思ったんだ。ここまで見てくれた方へのせめてもの心遣いね。そうだ、今私ができる精一杯の心遣いのつもりだ。おまけに最終ステージなだけあって、コースが一番長いんだよ。実際、このステージで3回くらいミスって、最初からやり直しをしたんだが、ここでミスった時は、畜生。ってなったぜ本当に。いい大人が勝手に自分で縛りを作ったプレイして、自分で勝手に悔しがってるんでしょ？だからそれを言わないでくれ。ガチで恥ずかしいんだぜ。まあ少しでも視聴者さんに楽しんでもらえるといいね。ほんとそれよ。すべては楽しんでもらうためにやってることだからな。自分のためという理由だけで、こんなおかしな縛りプレイはするわけないだろマジで。そりゃそうだね。しかも F0 に対抗して、その結果がペンギンだ。恥ずかしいったらあやしない。そうこう言ってたら、やっとノーミスクリアが近づいてきたんだぜ。じゃあ、とりあえず最後は黙って見守ってみましょうか。で、ウプ主はここでエンディング的なものを期待しているんだよな。ペンギン、かわいいね。は？なんだこれ？ループ？ステージは？ステージ数はどうなってる？ 11 だ。続くやつなんだこれ。祝福は何もないんだ。じゃあ、あとはつまずいた時点でさすがに終わりでいいだろ？ってウプ主は考えてるわけね。絶望だ。圧倒的絶望だ。この時点で結構投げやりになってるんだが、投げやりになっているとどういうわけか。なかなかミスをしないんだ。だからさらに早送りだ。ステージ11もクリア。本当に心の底からミスってもいっかって思って、半ばいやいや続けてるんだが、一周してどこの難易度がさらに上がっているのかわからんが、とにかくミスらんのよ。そういうもんじゃない？まあそんなわけで、今回の企画、スピード感と緊張感は、全く伝わらなかったかもしれませんが、何か楽しいものを、っていう、ウプ主なりの努力でございます。さてそろそろミスるんだぜー。やっと？そうだ、そのやっとだ。あ、落ちた。さすがにここでコントローラを一旦置くウプ主、そして意味不明な達成感にも浸る始末。ここまで見てくれた本当に優しい視聴者の皆様、本当に感謝です。で、ここで次回の予告だぜ。ウプ主は何をするんだろうね。またウプ主は無謀なことをするようだぜ。え？本当に F0 やるの？
本編でも言ってたが、マジで F0 の動画で熱く燃え上がったようだ。もちろんマスターズクラスでしょ？もちろんだ。カセットをすぐ買った。レースゲーム上手くないくせして、気合だけは入っているようだ。爆発しまくってるじゃないの？これは経験値を積んでいる途中みたいだぞ。この予告を作っている時は、まだクリアできてないらしい。クリアするだろうっていう見切り発車で、この予告作っちゃったの？そうなんだよ。じゃあ引くに引けないね。というわけで近いうちに F0 の動画を必ずアップいたします。ということでございました。今回は無謀な予告がありましたが、少しでも皆さんの記憶や思い出に刺さるような、そんな動画を目指してこれからも動画をアップしていきます。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると、心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。